マーク・デビット・ロレッタは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、サンタモニカ出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウト右ミギウチ。1993年の MLB ドラフト7巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、プロ入り。1995年9月4日にメジャーデビュー。2002年8月31日に、キース・ジンター。 ウェイン・フランクリンとのトレードで金銭と共にヒューストン・アストロズへ移籍した。同年10月28日に FA となり、12月16日にサンディエゴ・パドレスへ移籍した。2003年から2005年はパドレスでまずまずの成績を残す。自己最高のシーズンは2004年で、1997年のトニー・イーグ・ウィン以来、パドレス史上2人目となる200案台以上、打率。 335を記録し、シルバースラッガー賞を受賞した。2005年は5月に一塁ベースにヘッドスライディングを試みた際に、左手の親指を負傷。故障者リスト入りのために53試合も欠場し、長期離脱を余儀なくされた。終盤戦には、本来の2番からリードオフマンに抜擢されたものの、結局、パドレス遺跡補佐賞となる105試合の出場に止まった。 故障による欠場の影響もあり、2年連続打率3割以上2桁本塁打をストップさせてしまうなど打撃成績が自己ベストだった昨季から軒並み下がってしまった。ちなみに、この年2002年のブルワーズ在籍時以来となる3塁守備に着いた。同年オフに FA となり1年325万ドルでボストンレッドソックスへ移籍した。 ボストン・レトソックス時代2006年は、前年途中にマーク・ベル・ホーンを放出して、以来の正二類手として活躍。主に2番打者を務め、4月こそ不調だったものの、その後は安定した打撃を披露。特に、ライバル球団のニューヨーク・ヤンキース戦では、81、打数31安打と打ちまくった。また、8月には、病気を患った、ケビン・ユーキーリスの代わりに、 4年ぶりに一塁手としても、プレー。同年オフに、FA となり、再びフルスのアストロズへ移籍した。ヒューストンアストロズ時代2007年は、控えの内野手としてプレーすることとなった。2007年開幕の時点では、ロレッタは、内野の控え選手としての位置づけであった。しかし、この年で引退するクレイグビジオの衰え、中堅どころのモーガン・エンスバーグや、クリス・バークの不振。 アダム・エヴァレットの骨折による長期離脱などにより日替わりでポジションを変えて出場を続けることとなった。2008年12月、ロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。2009年シーズン終了後に引退を表明し、パドレスの球団特別補佐に就任した。2012年、第3回 WBC 予選のイスラエル代表のコーチに抜擢された。2015年11月には、 現役選手のコリン・レイ、ブランドン・マウラーラと共に野球教室開催のために来日し、高知県を訪れている。2019年よりシカゴ・カブスのベンチコーチに就任するも1年で退任した。ありがとうございます。